エルアルトは、ボリビアのラパス県の都市である。実質上の首都ラパスに隣接し、ラパス都市圏の一部を形成する。ラパス市街は、峡谷の地形に構築されたが、エルアルトはその南西に位置するアルティプラーノと呼ばれる、高原平地にあり、標高4150メートルで世界で、最も標高が高い都市の一つである。よって、 酸素濃度が低く冷涼で乾燥し、夏の平均最高気温が、摂氏16.4度という寒冷地型気候であり、夜間から未明にかけては、氷点下まで冷える。より低地にあって比較的気候が安定し、かつ強国沿いの盆地構造のため平地部の少ない、ラパス市外に浮遊白人支配層を温存したまま、その郊外化に伴い斜面に沿ってスプロールした結果、 より標高の高いこの地に、ラパス地域を超える人口拡大をした。結果的には、ラパス住民よりも、貧民層である原住民の多い人口構成の隣接市が構成され、500メートルほどの高度差で、その首都を見下ろす市街域となっている。2001年の国勢調査の時点で、人口は65万弱であり、8割を原住民族が占め、 残りの約20%はヨーロッパ系の子孫となっている。1952年以来の農地改革の動静により、近郊の農村地域からラパス周辺にかけては、ボリビア国内では最も成長著しい地域である。また、近年の商工業の成長によってエルアルトの地元では、 ボリビアの経済首都との故障をも望んでいるが、実質的には、ラパスへの通勤者のベッドタウンである。乾燥させた草を補強に混ぜた現地の土から、成形される、アドベと呼ばれる日干しブロックを積んだ、建築物によって、低層ではあるが、密度の高い外区が構成されている。欠片の気候区分では定義上、ツンドラ気候に属する。しかし、程度の高地であるため、 気温の年角差は小さく、冬でも平均気温が氷点下になることはない。高山気候の特徴が現れている。ラパスの南西上部に位置する乾燥した大地は無人の荒野であったが、1903年に地地下加古とアリカからの新設鉄道が強国の縁まで達し、1905年には強国への引っ込み線とラパスのターミナル駅が建設された。 1939年にエルアルト初の小学校が開設される。1950年代には、それまで給水車による輸送に頼っていたラパスからの、導水管路の完成により、エルアルトの著しい成長が始まる。一方、ラパス峡国の宅地は、不足し土地価格は高騰、流出する住民も増加し、ラパスの郊外化の対象として発展していった。 1985年3月6日、エルアルト及び周辺区域はラパス市と行政的に分離され、1987年、正式に独立行政市として認可された。1994年には国境であるローマカトリック教会のエルアルト独立教区となる。エルアルトは2003年から2005年のボリビアガス紛争の主要な中心地として、 記憶されている。戒厳令が敷かれ、武装部隊による鎮圧によって70人に及ぶ死者を出し、当時の政権が崩壊する一原因となった。ボリビアウェザー、ウェザーインエルアルト、201202019閲覧。クリマイエヌボリビア、ボリビアウェザー、クリマイエヌエルアルト、201202019閲覧。オゲメト、クリマ。 2020-2019閲覧。イストリアでラパス、ボリビア、クリマ。201202019閲覧。ありがとうございます。